どうもこんばんは、岡田敏夫ゼミですね。8月27日版です。一応今日はですね、昨日やってたですね、フジテレビのアニメ特番と衣装を合わせてみたんですけれどもですね、アニメ特番の時より体重が1キロぐらい増えてるのでもうパツパツでやばいですね。本気でやんないと。今日はです、音が遠い、大丈夫かな。はい、音が遠いというのは何人も来てるな。大丈夫ですか皆さん。おー、あ、治った。 OKOKOK、 ありがとうございます。皆さんご協力ありがとうございます。本日のお品書きは初っ端がですね、捨てられない T シャツから始まって、英語でオタクですね。でフジテレビの最強で、向井さんをゲストに迎えて、フジテレビの最強ヒーローヒロインの結果に突っ込んでみるということと、岡田敏夫はラノベ脳になりましたっていうですねそれだけでもうラノベのタイトルに僕には感じてしまうというですね状態なんですけど、そういうな話をしようと思います。では最初のコーナーですね、捨てられない T シャツのコーナーです。これは岡田敏夫がですね、捨てられない T シャツですね、もういい加減もうボロボロになったり、もうなんか着ることもない T シャツなんだけども、いつまでも捨てられないというような T シャツをですね、毎回1枚見せてそれについて語るというやつなんですけども、なんかちょっと旅行に行くたびにですね、そういう T シャツが増えていくんで、ひょっとしたらこのコーナーは永遠に続くんではないかというふうにも思ってます。今回はですね、マッターロー1号ですね。この T シャツを使います。はい。これ大阪のですね、僕の店ゼネラルプロダクツというところで売ってて、1985年製です。で左上にですね、このイラストを描いた庵野秀明のサインがあります。フォト H 庵野って書いてあります。でよく見ると85年4月15日と読めますね。はい。85年の4月15日、安野くんはこれイラスト描いたんですけども、安野くんはこれをですね、安野秀明という写真家が、ミリタリー写真家ですね、がですね、これを撮ったという体でこうやってるんですね。その辺ちょっと凝ってます。でこれがどんな機体でどんな映画かっていうのは YouTube で探してみてください。帰ってきたウルトラマン安野秀明とかでですね、検索するとすぐ出てくると思います。ですね、85年にですね、この T シャツ発売したんですけども、ちょっと今日の話遡って、その4年前、1981年から始めます。81年にですね、ダイコン3日本 SF 大会が終わってですね、僕はもう、その時にですね、23歳なんですね。普通だったら大学も卒業してる年でなんですけども、当然ですね、SF 大会ばっかりやっていて、大学は中退しちゃったもんで、無職でニートなわけですよ。で、なんかわかんないけども引き返せない感っていうのあったんですね。なんかそれなりに面白い SF 大会というのをやってて、でもうみんなどんどん日常に戻ってて、で友達の沢村くんっていう一緒に SF 大会一番一生懸命やってたやつなんて、フジテレビの子会社のですね、日本テレワークに入社までしてるんですね。で日本テレワークっていうと最近は何かいろいろ悪い評判がありますがですね、その頃日本テレワークっていうのは開けポンキッキやっててですね、フジテレビの子会社というよりは、ですね、絶対に日本が戦争に負けることがあってもフジテレビとテレワークは潰れないと言われたぐらい強い会社だったんですね。でも沢村君がそういうところに就職決まってるのに、僕はですね、無職でニートな状態でですね、僕だけ何もないんですよ。他の人はみんな、大学に戻ったり、あと仕事をそろそろ就職活動始めたいっていうのがあったんですけども、僕だけが大学ももう辞めちゃって何もない状態なんで、もう一回 SF 大会やるしかないっていうふうに焦りがあったんですね。で、SF 大会やろうよっていうふうに、正直言って半分自分のためにやりたかったんですけど、半分自分のためにこのまま置いてかれるの嫌だと思ってたんで、周りの人形を次々に説得していってですね、そうするともう2年生を3回目だとか4回目だかやってた僕の一つ年上の武田康弘さんという人が、この人も大学の2年生をもう3回やってるのでですね、後がないんです。なのでじゃあやろうかっていうようなことになって、大根4をその翌々年83年にやろうかって話になった。で、じゃあもうその SF 大会やるための宣伝として自主映画団体大根フィルムというのを作ってですね、でそこで帰ってきてウルトラマンっていう映画を作ったわけですね。つまりこの T シャツの話になるわけです。で、宣伝のためと言ったんですけど、なんでそんなね、宣伝のために2年も先の SF 大会の宣伝のために映画作るのかというと、正直言ってSF 大会やった時に思ったのがですね、ギリギリになったら
いっぱいスタッフって集まるんですよ。例えばもう SF 大会の1ヶ月前とか、極端な話1週間前とか10日前になったら、僕もやりたいっていうやつがいくらでも来るんですよね。でそれはもうお祭り騒ぎに参加したい人たちばっかりなんですよ。でも本当に必要なのは、半年前とか9ヶ月前に週に1回ちゃんとスタッフルームに来てちゃんと働いてくれる人がすっごい必要なんですよね。でもそんな人材っていないですよ。もうほとんどのやつが寸前になってくるっていうようなやつらばっかりだったんで。でそうじゃなくて、どうすればスタッフたちを長期にわたって育成し維持し、モチベーションを保ちつつスキルを上げることができるのかというのを考えて、ああじゃあもう映画作ろうと、とりあえず大根3のオープニングアニメでアニメ作って、その時のメンバースキルすごい上がってるから、じゃあ同じメンバーで実写映画作ったりして、でこいつらのスキルを落とさないようにしよう、モチベーション落とさないようにしよう、であと今人が集まってるこの状況というのをキープしようというふうに考えたわけですね。で、スタッフを逃がさずに訓練するために2年後の SF 大会に向けてですね、宣伝という名目で映画作ったわけです。でその翌年1982年にですね、大阪の桃谷という、まあ、ちょっと環状線の田舎の駅にですね、ゼネプロっていう僕の店がオープンしました。でもう店を毎日開けて、本当に僕朝行ってシャッター開けて、一緒にやってた武田さんなんて本当になかなか来ないから、朝僕が行ってシャッター開けて、で店のレジを開けて店を回転させて毎日レジを打って、でおまけに商品の企画は全部僕がやってましたんで、商品企画全部やって T シャツ屋さんとかですね、あと小物屋さんとかに交渉したり電話かけたりすると商品発注もやって、でおまけにその大根フィルムっていうあのアマチュア映画団体も作ったので、そのシナリオも全部書くっていうですね、なんかこの多分普通の人の3倍以上当時働いてたわけですね。でその時に作ったのがですね、あの帰ってきたウルトラマンという映画です。でその映画の中にマッドアロー1号っていうですね、飛行機が出てきます。これがあのその映画のワンシーンですね。セットもミニチュア もこれ全部紙です。で、この飛行機ですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、全長1メートル近くあります。これなんでかっていうとですね、庵野秀明がすごいこだわったんですね。庵野秀明はその頃ですね、ウルトラマンはすごく好きなんだけど、いくつも嘘があると。その典型的な嘘が、ウルトラマンがジェットビートルを持った時の大きさだと。ウルトラマンがジェットビートルを持った時に、なんかね、いわゆるミニチュアっぽいサイズで持ってると。でも違うだろうと。ウルトラマンの身長40メートルから換算すると、ジェットビートルというのはかなりでかくないとダメだと。で、こういう部分で嘘をつくから子供出しになってしまう。だから、俺がやる、ちゃんと作る、帰ってきたウルトラマンだったら、ちゃんとスケールを合わせて作りたいというふうに言い出したんですね。ところがちゃんとスケールを合わせてウルトラマン作ると、まあ庵野の身長が175センチぐらいですから、ウルトラマンの身長設定って30分の1とか28分の1ぐらいになるんですね。でそれで原用機のジェット機作ったらとんでもない大きさになるんです。一抱えぐらいの大きさになっちゃうんですよ。でこれもミニチュアが1メートルぐらいあってですね、大変だったんですけれども作りました。で庵野のデザインはこれもネットにあるからいくつか見てもらえば分かるんですけども、完全にその当時の原用機、それもファントムとかそこら辺の機種が下がった感じだったんですね。で六神合体ゴッドマーズとか、あと超軸要塞マクロスとかもそうだったんですけど、あの当時のかっこいいアニメの戦闘機というのは全部機種が下がり気味だったんですよ。いわゆる F4J のファントムみたいな感じっていうんですかね、海軍機のファントムみたいな感じで機種が下がったデザインで、庵野もそういうふうにデザインしたんですけど、この写真のミニチュアを見て分かる通りですね、紙でその下がった機種を再現するのは無理だったので、まあ割と下半分が平べったい感じになってます。僕はそれでもこの感じが好きだったんですけど、で、そんなこんなでですね、82年はですね、実写映画を作るはずだったんですけども、ところがですね、その夏いわゆる東京で SF 大会があって、宣伝のために公開する時になっても帰ってきてウルトラマンは完成しないと。とりあえずあまりに庵野が凝りすぎたっていうのと、あとは後に実質後半の監督を引き受けた赤井に言わせると、庵野が働かないからだと。変な言い方ですけども、多分今樋口真嗣は同じ苦しみを味わってると思うんですけども、これはダメこれは嫌と言いながら、実はあんまり自分が動かないっていうですね、高畑勲みたいなやつなのでですね、もう本当に遅れて遅れて遅れるんです。だこだわりすぎて遅れるんだったら誰も怒らないんですよ。こだわりすぎて手を動かさずに遅れるからみんな怒るんですよ。というわけでですね、もう間に合わないというふうなことで、
あのその夏の SF 大会ではですね、帰ってきてウルトラマンを一度捨てて、完成を捨てて愛国戦隊大日本と解決のお天気っていう、まあまあ本当に、まあこれもまあネットで調べてみてください。2本だけ完成してセル大会に持ってったで、まあウルトラマンそのまま一時凍結ですね。で夏休みはですね、そのまま庵野は東京にマクロスをですね、あの作りに行ってしまって、あの手伝いに行ってしまって、しばらく作業が止まったという状態でした。でマクロスが終わった後ですね、あの僕は、まあ、マクロスの半ばぐらいか大阪で SF ショップを開いて、でアメリカにですね年に 4,5 回買い出しに行ってました。で庵野も帰ってきて、ようやっとそのウルトラマンの後半ですか、作り続けられるようになったんですけどもですね、ところがその正月休みの間にそのできてるフィルムの編集を済ませるという約束だったんですけど、庵野はそれができなかったんですね。でも赤井くんが怒り心頭で、なんで怒り心頭かというと、実質帰ってきたウルトラマンってどう考えても赤井高見が作ってるんですよ。あれはもう現場でカメラ回すのも赤井だし、あとセットの作りの指示も赤井だし、ミニチュアワークとか特撮監督をやってるんですけども、あとスタッフに対する励まし、なんだろう、役者に対する演技指導、すべて赤井なんですね。で庵野くんこれでいいって言った庵野はうんって言うだけなんですよ。で庵野秀明が帰ってくるウルトラマンでやったことで、やっぱり一番大きいことって、まあウルトラマンを演じたっていうことと、あとミニチュアの飛行機の飛び方をものすごく細かく指示したんですよ。ここでこういうふうに急旋回して、ところがやっぱそれを見ても赤井くんが怒り出すと、庵野これはアニメの動き方だと、アニメだったらワンフレームの中、いわゆるカメラの中で戦闘機がこう飛ぶっていうのは自由自在なんだけども、俺らがやってるのはミニチュア特撮だと、ミニチュア特撮の場合は物理的属性というものにすごい制限されるだろうと、具体的に言うと大きさ1メートルのミニチュアを長さ 1.5 メートルから2メートルのワイヤーにつって振り回すと、絶対に旋回半径というのは2メートルを超えると、そうするとお前が狙っているので絵は撮れないっていうふうに論理的に言うんですけど、庵野それに対してうーんって言うだけなんですよ。で赤井くんが散々苦労して、どうやれば庵野が絵コンテで描いたように飛んでるように見えるのかっていうのを散々苦労して、まあなんかそのカットつないだり何したりで、あのやってると、でそういうのをまあ僕らも現場で見てるから、これ実質監督赤井高見だよなというふうに思いながらこう作ってるんです。でもそれでも最後の編集はじゃあ庵野に任せようと思ってやってたら、庵野がですね山口県の宇部に帰って、その時に8ミリの編集機を持って帰ってきたのに、年明けて出てきたら、すいません山口で友達と一緒に酒を飲んでましたというですね、衝撃の告白をしてですね、もうこれ絶対上がんないと、あのなんだろうな、当時流行った八甲田山って映画みたいなもんでですね、あのなんかウルトラマン死の峠って僕ら呼んでたんですけども、雪が降ってウルトラマン峠は越せないと、このまま我々は凍死を迎えてしまうんじゃないかと思ってやってたんですけど、まあそれで正月もうどうしようかということで、僕がみんなに言われて、もう庵野くんをクビにしてくださいっていうふうにですね言われて、なんでそんなこと俺が言わなきゃいけないんだ、プロデューサーは武田さんだろうとかって思いながら、しょうがないから喫茶店に行って庵野くんにですね、いや庵野悪いけどもウルトラマンの監督赤井にするよって話をしてですね、庵野くんそれから喫茶店でマジでカウンターで半日間動かなかったんですけども、で、監督赤井くんにしたらですね、赤井くんはですね、そこから1ヶ月半ぐらいでフィルムを完成させてしまって、まあなんとか間に合った。で、上映会やったらですね、まあさすがにですね、もうすごい評判良かったですね。だから、まあ今いろいろ言ったんですけども、多分あの、エイリアンにおけるダン・オバノンみたいな役割だったんですね、赤井くんっていうのは。ダン・オバノンっていうのはエイリアンという映画の企画から本当に美術で誰に、例えばなんだろう、ギーガーを発見したのもダン・オバノンだし、ロン・コブを連れてきた、つまり宇宙船とかですね、宇宙服のデザインとかをしてた人間を全部連れてきたのもダン・オバノンなんですよ。ところがダン・オバノンっていうのは20世紀フォックスの重役たちから見たら、なんかチンピラみたいな人間だったんですね。なのでそうじゃなくてですね、ちゃんとした監督連れてくるというふうなことで、監督には最後までさせてもらえずにですね、で、ということがあったんで、なんとなくね、僕の中ではあのエイリアンでダン・オバノンがやったことが割と当時の赤井くんのやったことに近いんじゃないかな。クレジット上は庵野秀明だし、確かに
その庵野くんは全カットのコンテ書いてるし、これで OK、 これでダメっていう一番大事な役割ですか。映画監督というのは極端なことを言えばスタッフが優秀だったら OK ダメを出すだけでいいっていうのは、これはもう映画やってる人間だったら誰でも知ってることなんですけど、それやってるから別に構わないんですけども、なんかそういうふうな感情がありました。で、映画完成したらですね、それまで色物扱いだった我々大根フィルムは一気にアマチュア映画界の、まあ言ってしまえばトップに躍り出たわけですね。で、その翌年83年の大根4も無事に終わり、アニメも作って、その後庵野は劇場版マクロスに行ってですね、そのままナウシカの作画をするために東京にも移住してしまいました。で、同じ84年のですね12月にガイナックスが設立されて、僕も東京に引っ越しました。だから話が戻ります。85年の4月このイラストを描いた、帰ってきたウルトラマンのマットアロー1号という飛行機のイラストを描いた時の85年の4月っていうのは、もうオネアミスの翼のパイロットフィルム作ってた頃なんですね。なので庵野にとってすでにマクロスは過去の作品、ナウシカの巨神兵も過去の作品ですね。で、これから作るオネアミスの翼というのにかかったところなので、まあその大阪に置いてきたゼネプロというお店のために T シャツを描くんですけども、もうかなりこう過去の作品として描いてるんですね。なので、もうこのマットアロー1号ですね、デザイン画とかなり変わってきてます。例えば、まあ庵野くんらしいというんですけど、デザインラインが直線ではなくて、この部分が割とくぼんでるんですよ。で、ここの部分が上がっててですね、いわゆる小沢悟の描く潜水艦みたいな大変複雑な曲面と、あと直線というか曲線と組み合わせたような立体的なデザインになってるんですね。で、あとこれ特徴的なのが極端に大きい車輪です。戦闘機として大きすぎる車輪ですね。で、ここの部分にライトがついてる。これも帰ってきたウルトラマンの、設定やってる時はこんなところにつけなかったんですよ。つまり3年間で庵野くんはマクロスとかナウシカを経ることによって、原用機ですか、実際の戦闘機からものすごく吸収するようになって、あ、戦闘機で前にライトをつけるとしたら、この車輪につけるのではなく、ここですね、車輪の蓋につけるべきだというふうなことを考えるようになった。あとはこのタラップっていうんですかね、伸び縮み式のパイロットが乗るためのはしごっていうの、ラッタルかをつけたりですね、あとはここにですね、なんていうのかな、ですね、ランチバーっていうんだったっけな、カタパルトにですね、その車輪をくっつけるための棒な、バーなんですけど、これつけたことによって一気にこのマットアロー1号っていうのは海軍機になったんですね。つまり空母での運用を考えた、垂直離着陸はできるんだけども、空母からカタパルトで発射するためのものっていうのが、この棒一つ書くことでこうできてると。で、この位置にそのバルカン砲、いわゆる機関砲がついていて、この機関砲の煙を排出するスリットが横向きに開いてます。多分これがついてるということは、この位置についてるということは、これ F-16 みたいにですね、その亜音速から超音速ぐらいで空中飛んでる時に機関砲を撃つと、その青空にですね、なんていうのかな、鎖のような雲ですか、チェーンスモークって言うんですけど、バババババババッというふうな尾を引きながら飛んでるようなシーンがもう見えてくるようなデザイン。あ、僕好きなのはこのキャノピーの思い切った後ろ方向にスライドですね。で、キャノピーの位置を思い切り高くして着陸の時の視認性を良くする。これもやっぱり海軍機の特徴ですね。狭い甲板とかに着陸するためのこの降着方法なんですけども、これね、なんでこういうふうに細かくいったのかっていうと、メカデザイナーとしての庵野の多分もう最後の作品なんですよ。で、3年間の間にやっぱり庵野秀明っていうのは昔みたいなそのマットアロー1号は描けなくなってるんですね。で、このあとオネアミスで庵野は飛行機とかいろいろデザインするんですけど、全部山賀監督から没食らうし、あと後にその逆襲のシャアの時にいろいろなモビルスーツのデザインっていうのを富野監督に出すんですけど、やっぱそれも全部没食らってるんですね。つまりこの3年間でこの庵野秀明っていうのは、それまでアマチュア出身で自分が描くアニメのメカは全部自分でデザインするぜっていうような、なんだろうな、メカデザイナーっぽい人間からどん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 アニメーターになっていた。自分よりもずっと上手いメカデザイナーを使って、で、自分がそれをちょっと仕上げの線を入れることによって自分の作品っていうのを
なんか作っていくことを学んでいったという時代でした。で、これもですね、その2色、いわゆる青と黒を使った T シャツなんですね。で、昔のアンドだったら2色使えるんだったら絶対ここのマトアロー1号の本体にストライプとかね、線を入れたはずなんですけども、もうその青は後ろの青空にしてしまって、手前に白一色で戦闘機描いちゃおうというデザイン的な発想になってる。これももう本当にメカデザイナーの時代から完成した作品全体を見るような人間になってたっていうことだと思います。なんかね、僕はね、この庵野の最後のメカデザイナーの作品としてのマットアロー1号が多分一番好きです。映画の中に映ってたやつよりは。これがなんか彼のね、回答なんだなというような気がします。で、ゼネプロっていう自社製品で作ったもんなんですけども、ここら辺の首のところに穴開いてるんですけども、散々着倒してるんですけどもね、やっぱこの T シャツも捨てられないなということでですね、捨てられない T シャツコーナーでした。15分ぐらい喋ってるのやばいな。散々着ましたよ。じゃあ次ですね、英語でオタクいきます。よいしょ。今回はいつものなんだろう、カーズのコップやめてみて、ベターコールソウルっていうですね、ブレイキングバッドのスピンアウトドラマで今一番僕がハマって、10月にアルバカーキに行く原因になったですね、やつ、こっちを今日は使っております。英語でオタクですね、いろんな質問来てますのでですね、パッパパッパとやっていこうと思います。では一つ目、よいしょ。一つ目のクエスチョンです。Dear Mr. Okada, Mr. Okada was talking about Lion King's T-shirt on last week's broadcast. Please also tell about Atlantis, The Lost Empire. Of course, I can understand what you asked. Lion King and Jungle Titan, Simba the Lion is almost the same.Film, so I can say, oh, it's a steal from Mr. Tezuka, a World Disney production steal the idea or story or characters. But Atlantis, The Lost Empire, is, you mean Nadia, The Secret of Blue Water, not almost same. It's, difficult to say. 似てるけどそっくりじゃねえよっていうのを言いたかったんだけど、英語で言えなかったんですいません。クエスチョン2です。英語には英語で答えたいんですけれども、あらかじめ英語とかを作らずにこの場で考えてるんでこういうふうになります。クエスチョン2、 Please タラレバドータータラレバ娘 talking What do you think? Thank youWhat English? Of course, we can understand what he want to say. Tarareba daughters, Tarareba musume, a manga. The storyline of episode are very strong, but the ending.How to finish the story is a little weak, not so strong, because the author, Higashimura Akiko, Akiko Higashimura, does not believe the story or this life of.Characters in this manga. Akiko Higashimura is single mother, Japanese say, not married, just married, but she has a child. We say it single mother. And she can live by herself, by her own life, but almost Japanese girls or women does not live such she has so. So, Tarareba
story ending is if she is very honest, more hard ending. Probably most character does not marry any characters or be loved with younger handsome boy, just more better ending, bitter ending, I think so. So, Tarareba daughter, Tarareba musume is not good ending for me. Okay, question three. Whoa, 5 minutes. Oh, Mr. Okada, thank you for answering the question last week. Okay, when I cry, I go to the toilet. Ah, okay. Gambare. Next. Very long. Hello, Mr. Okada. I'm a Japanese comic writer. I have the consultation. Someday I was invited to draw manga over 150 pages by an editor. I got some popularity, so my editor made me more the comic. I'm so happy, but I have no idea for making continuation. Sure, I would like to continue, but my new idea is not fun. I'm sorry for readers. Mr. Okada, please tell me how to make new idea. By the way, my comic is comedy and 1話完結。ちょっとこれね、難しいので、日本語で簡単に翻訳してみます。漫画描いてて、そこそこ人気あると。なので、編集者から150ページで書いてよと言われた。すごい嬉しいと。だけども、こうなってみると自分には全然アイディアがなくて、まあ思いつくんだけど面白くないと。1話完結のコメディ書いてるんだけども、どうすればいいでしょう。そこそこ人気はあります。もちろん書きたいです。どうすればいいんでしょうという質問でした。ごめんね。今ちょっと日本語で喋っちゃったから、頭が日本語の方に行っちゃったんだけども。You must be creator of extremely gently Amae chan. You must be a creator of とても優しい Amae chan.Amae chan is a manga of Japanese hentai fans. Story is like this. Onii-chan is hero of this manga. He has no job. He want to be manga writer, but he does not write manga. Just hopes became famous manga writer. One day he meets a girl named Amae chan.Elementary school student girl, probably 10 or 11 years old. Amae-chan is big teeth, and she's extreme, more amazing gently. Amae-chan always says to Onii-chan, "You are okay. don't work so hard. Rest my boobs. Take advantage for my teeth."So, if you are creator of that manga, okay, no problem. No one of that manga fan needs story. They need just reasons. How Onii-chan has some rest by her big teeth. You understand? No story, just reason. No one needs reality by your manga. fans and even I need just stupid dream. Okay? That's all. Okay, Mr. Mukai is waiting. Two more questions. Question five. Hello, Okada-san. Please tell me how to cope when the president is disliked. I am seriously in trouble. It is abominable to the president. Should I change jobs? Abominable, かな? Is this the first time? Well, when you
find a job. Maybe you always disliked by your president. Why ask like this? You don't tell about your friends or your manager. If you don't have any array, you must change your way of life before you change your job. I'm a little... okay. That's very hard. Last question. Question 6. Hi, Mr. Okada. I have a big question of my life. Do you think that what's the most necessary things in life? Money, power, faith, effort, and more. Probably this question is no correct answer, but I want it. What is life? What is life supported to me? Trying to tell? Ha! If you want to ask just like this question, you must ask in Japanese. In English, it is very difficult to think and more difficult to tell. Okay, what is necessary? Not money or not power. You can't understand.これ何を聞いてるのかっていうと、人生で一番大事なものは何ですか？金ですか？権力ですか？努力ですか？いや、もちろん正解なんてないのは分かってますけども、とりあえずそれすごく知りたいんです、教えてくださいっていうのをよりによって英語で聞いてやがるから俺は今困ってるわけです。もう一回英語の脳に戻ります。Not power, not money. Okay, when you feel happiness orliving well, you feel and think and you speak. It is a one relationship, not just feel, not just think, not just tell. When you have eat very good food, very delicious food, you can feel, and then not just feel, you must think.You must think why it's so delicious, or I want to try it to my mother or my little girl or my friends, and you want to speak about it. Oh, I have a delicious hamburger or a delicious pizza. You must go to it. That is one relationship, one connecting. The best thingOn life, I think, not power or not money or not faith, the wise of feeling, I want only hamburger. ごめん、これ宿題にさせて。言おうとしてたことを日本語で言っちゃうと、結局、それは卑怯だね。日本語で言うのは。次回の宿題にさせてください。ということで、英語コーナー終わります。5分延長しちゃったけれどもですね、天津の向井さんに来ていただいて、こっから先ですね、大急ぎで次のコーナーに入りたいと思います。向井さん、お願いします。どうもです。皆さん、はじめまして、天津向井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、正直見ててですね、英語でずっと会話してる時見て、これ本当に俺この次に出るのかなと思って、ね、ドキドキしてたんですよ。すいません。いや、僕全く英語わからなくて、すいません、はい、この辺で、そもそもが僕、どれぐらいそのなんていうんですか、下の話ができるか分かんないんですけど、はい、その海外に行って、はい、そういうお店に行った時に、うん、そのなんていうんですか、そういうお店というのはそういうお店の、ね、そういうはいはい、そういうお店です、はい、そういうお店行った時に、そのあっちが全く日本語分かんないんで、なんて言ったら、もうやばいやばいっていう時に、はい、もう言葉が分からんすぎて、カミングスーンって言って
これは合ってるのか分かんないですけどみたいな感じあったぐらい僕は英語分かんないんででも多分カミングスーで大丈夫なんですか大丈夫なんですか行けるんですか日本は行くって言うけど、はい、あっちはカムって言う、はい、というのがなるほどやっぱこう基本は抑えてらっしゃいますあ合ってたんですねアイムカミングアイムカミングですよね、はい、あ本当だあよかったです意味は合ってるありがとうございます、向井さん賢いに見えるやんありがとうございます、ゲストは向井誠太郎さんです、はい、ありがとうございます、広島県出身吉本芸人はい吉本興業で蒙古タンメン中本の中毒者でこれの番組終了後に絶対にうちから300メートルの、はい、吉祥寺の中本に行くんではないかとそうですねだからまあ絶対押さずにね、はい、終わりたいと思ってますすいませんはいで、はい書かれたラノベの芸人ディスティネーションが現在4巻まで、はい、そうですね、はい、こちらが1巻なんですけれども、はいはい、そうなんですよ芸人ディスティネーションという、はいはいこちらですね、芸人の主人公鳴雲という男がですねもともとコンビ組んでたんですけど、1人が、もうとんでもない大ブレイクをして、はい、そしてそれで解散そして残された男の運命とはという、はい、まあ本当にもう自伝ですね。みんなですね、はい、食いついてるのはガガガ文庫っていやいやいやいいですよ、はい。そうそうそう、いやみんなもう食いつき部分がねマニアックすぎるんです。そうなんですよね。だからラノベ書いてるんだ、はい、すごいとかっていう普通の民放の番組ではなくて、はい、ガガガかっていうなってる。そうなんですよね。ライトノベル界の大川工業ですが、ね、だいぶ激しめなねことをやります。もうなんか年に2冊出してはった時あるんですよね。今4巻で、はい、去年2冊。去年は、2冊ですかね、はいはいはい、最初巻まで書きましたんでかなりなんか、はい、早い方なんです結構ね僕本当筆が早い方なんですよ、はいはい、だから書くのは楽しくてよく書くんですけど、はいはい、でもまあその分なんていうんですかやっぱこういう作品の評価とか、はい、は結構メンタル弱い方だったので見てる方ですか見てる方むちゃくちゃ僕本当にね、はい、気持ちわかるわ今日も僕今日はねもう400回ぐらい天心向かいで調べてるんじゃないですか、ねはい、いろいろあるんですよね心がちょっと弱ってるなっていう時は天心向かいさんでエゴサーチしますはい3をつけてエゴサーチ3つけるとまだ比較的悪くないなるほどコツですねそれコツなんですいいこと聞いたはいオタク芸人ということです。まあまあまあ秋葉ではなく大阪日本橋系というにウィキペディアに書いてありました。そうなんですよ。もともと大阪で活動してまして、はい、で大阪で秋葉系もう当時、それこそ電車男ぐらい秋葉系という単語がダダダと出て、はい、で大阪で残ってる人間からしてじゃあ何か看板ないか、うん、で、うん、その大阪の電気街が日本橋という名前だったので、はい、じゃあこれは負けじとポン橋系っていうので売ろうと思って、うん、ポン橋系って言ってたんですけども、はい、後で聞いたらですね、まあ、トータルで見るとポン橋系っていう単語が秋葉では、大阪で唯一買ってるのが盗聴器のレベルが大阪ダントツで上で、はいはい、それをポン橋系って呼んでたらしくて、はい、じゃあ全国的には日本橋って全然認知されてない、はい当時はされてなくて、はい、でだから僕ポン橋系ですって言ったら、うん、あいつどんだけ盗聴に詳しいんだみたいな、はい、なってたというそうですよね見てくれが六角星人盗聴器に詳しいっていうそうですよね、はい、どうやら身内にね裏切り者がいたみたいなパターンでしたけれどは、はい、あとなんかコメントでさっきから指折られた人出てるんですけどなんかあったんですかそうなんですよね僕も仕事から声優さんとよくご一緒する機会が多くて、はい、でまあその声優さんこっからどういう風に指折られんちゃうのこれすごいですよ、はいはい、僕なんていうんですか僕とんでもなくこのニコ生とかのユーザーさんに死ぬほど嫌われるんですけど、はい、なんでそんなゲストに呼んでしまって嫌なの、はいはい、これはね岡田さんのね、はい、これミスです、はいはい、こんなやつを呼んでしまったのはミスなんですけど、はい、で当時その声優さん当時内田彩さんと、はいはい、ニコ生をやった時に向井みたいなもんが一緒に内田彩さんみたいな素晴らしい声優さんと一緒に仕事しやがってっていう悪口の中で、はい、そんな中でも殺すぞとかはい、いろんなコメントがある中で指折るぞっていうのがあって、はい、で後で考えたら多分内田彩さんなんで当時まあ今もブームですけどラブライブのスクフェス、はい、ねスマホゲーム、はい、指むっちゃ使うじゃないですか、はい、あれをやらせないために指折るぞって言ってたっていう、はい、そんな嫌われてる、はい、だからもうとにかくちょっとアンケート取ってみようか向井さんね
好きか嫌いかの二択ちょっとアンケート準備してちょっと待ってくださいよ、悲しになりますよ俺。おい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 、今ちょっと準備しときます、はい、あもう準備できてんや、早っ、もう用意してませんでした、大丈夫アンケート出してみてください。ここまでの話聞いてて、うん、まあどっちかというと向井さん好きと嫌いで正直に押してみてください。いやこれは正直でいいですよ、はい、はい、確かにもう全然全然、はい、中間ないんか、どっちでもないっていうのが一番な、はい、人間傷つくんじゃそれが一番辛いですからね、どっちかで分けてください。はい、はい、ありがとうございます。さあどうだどうだ、はい、お、あれ、まあ、ここまで言うとね普通好き80超えるんですけど、ね、やっぱりね皆さんの中でね3割の方はいて、どうしても生理的に無理というのがグイッと申し訳ない、いや申し訳ないです、恥ずかしい、意外と少ないっていう、そうなんですよね、はい、あのなんていうんですか、おえっていうのがこうやって出そうで引っ込めるっていうね正直木村より好きってなんか、いやいや、やめてください、はい、なんともコメントのしようもない、ね、相方がね、とっても優しいあれですね、生の見てる方っていうやつですよね、はい、優しい世界でした、ありがとうございます。さっきの話分かりました、甘えちゃんって見てはります？いや僕ずっと言ってて、みんな甘えちゃん甘えちゃんって、もうとにかく甘えちゃんっていう単語だけが聞こえてきて、後で検索してみて、はい、ネットでの漫画なんですけども、はい、女子小学生で巨乳の女の子に甘えるダメな男の話なんです、はい、でこれがもう本当にね、はい、頭悪い漫画なんですけども、あいいじゃないですか、頭悪い漫画、ニコニコ星画なので、はい、漫画のコマの上にですねコメント流れるんですよ、あ出ますね、なのでページに行くたびになんかそのディスるコメントが流れてですね、はい、読んでるこっちが余計傷つく、あーあるある、映画映画あるある、いい感じの面白さやだな傷つく、やだな漫画で、あいいですね、はい、ちょっと読ませていただきます、はいはい、ということで、はい、じゃあまず向井さんにはですね、昨日あの僕が、はい、ちょっと出てましたですね、うん、あのフジテレビ系列で放送された、はい、昭和 VS 平成アニメ特撮漫画ヒーロー、うん、ヒロイントップ20っていうそのランキング、はい、これを見ながらですねちょっとお話をしようと思います、はい、まだ40分大丈夫や、うん、見てはりました番組、はい、見させていただきました、はい、なんかざっくり感想どうです？そうですね、これはまあ会員登録じゃないですけど、まあうん、なんでしょうね、まあうんうん、まあうん会員限定になってから本音言うつもりやうん、まあそうですね、うん、あの時間ならまあうんそうなんですよ、はい、あの時間ならなんですよ、うん、あの時間ならで俺感心したのが、はい、正直にドラえもんの権利取られへんでもドラえもんランキングに入れてるところはそうなんです、好感持って、はい、あれテレビ的にすごいですよね、はい、絶対取れるわけないんですから、そう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 、はい、だから普通ランキングから外すのが上等なのに、はい、うん、あえて正直に仮面ライダーも、はい、そのドラえもんも入れてるというところ で、ね、スタッフの本気感じたんですよ、はい、すごかったですね、はい、でももうほんま、はい、第4位はドラえもん、はい、第3位みたいな感じで、あれね実はスタジオでね、はい、長かったんですよ結構、そうなんだ、だからやっぱね現場はねやりたいんですよ、はい、はいはいはい、もうドラえもん流されないの分かってるということで、うん、あれねどんな絵用意されたかって言ったらね、しずかちゃんの時はお風呂の映像が用意されたあら AD の部屋で撮ったのを感じにする、はい、うん、でそれに対してケンコバさんが、はい、しずかちゃん俺部屋ないですかって言うと、うんうん、加藤浩次さんがしずかちゃん俺には見えたでっていう一鎖本当に5分ぐらいあるんですよ、でドラえもんの時はドラ焼き見せて、うん、ドラえもんが見える見えへんでまたこうケンコバさんと加藤さんが5分ぐらいやる、なるほど、そこが丸々全部カットされてテレビだな、だから現場はやりたいけども、うん、ちょっと上の方になってくると、いやいやいや、それでもフジテレビとしてこれやるわけにいけへんよっていう、うん、そうですね、いや、うん、あれは無理でしょう ね、いやでもドラえもんなんて、はい、これガガガ文庫も小学館ですけど、はいはい、ここで匂わすことすら書いたらダメって言われましたはい、はい、ダメですよこれ、はい、ね、すごいな、猫型のロボット的なの書いたらもう、はい、全然ダメです、すげえ罰で帰ってきましたから、はい、それは超アンタッチャブルでしょうねそれだから地上波にしては、まあ、はい、そこそこ頑張ったんやけども、うん、やっぱオンエアされた、だから僕らは、はい、あの出てる側としてはスタッフがすごい頑張って、うん、本気でやってる、アンケートもガチでやってるから、うんうん、なんか結構単調なものになっちゃってるんですよ、はい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 、結果として、あそうかもしれないですね、だからあれ収録時間自体もね結構長かったんだろうなとも思いますし、そうです、そうなんですよ、はい、まあ、あのこれ、まあ、会員登録じゃない、まあ、あの共同テレビはね基本収録長いです、はいはい、全然いいんですけど共同テレビ収録そうなんですよ、割とね長くて、でこれ僕ね、うん、割あのそれでもね割と使われるなと思ったんですよ、はい、ところがいざオンエアが始まってみると、はい、その時になかった映像とかがガンガン入って、あそうだ、で結果的に尺がすごい短くなって、うん、でまあなんかこう
ケンコバさんとかラサール石井さんみたいな、そう、決めがうまいこと短く言える人は使われるんですけど、ね、はい、平成世代の人らの発言がもうほとんどやっぱ残らないんですよね。いや、難しいですよね。まあまあ正直その平成には不利なランキングでもあったけど、うん、そうなんですよね。ちょっとまあまあでもまあ本当になんていうんですか、まあね、ソードアートオンラインがちゃんと入ってたところを、とにかくここを褒めましょう。わかる、はい、これが良かったと。ソードアートオンライン入っててびっくりですよね。ちゃんと入ったんだ、そこのターンで平成がようやく喋れたんだというか、ね、うん、ほんま立派だなと思いました。ほんまに、うん、あと俺月光仮面出る時がびっくりしましたよ、ね、これほんまにガチやなと。いわゆる60代70代までアンケート取りましたって言って、うん、はい、そこの部分聞き逃してたんですよ、はい、でも月光仮面が資料映像ともに出てきた時にはこの番組何するつもりだと、ね、あれだからだいぶ序盤に出てきますからね。29位ぐらいでしょ。いや、やっぱすごかったです。びっくりしました、はい、プリキュアもね、なんか、うん、プリキュアももうどのプリキュアか正直わからないんですよ。はいはいはい、はい、で、あの時に出てきたプリキュアアラモードで、はい、アラモード見てはります？僕はプリキュアはほとんど見れてないんですよ、はい、プリキュアアラモードなんか可愛さの掛け算って書いてあって、はいはいはい、なんか動物かけるスイーツって言ってるんですよ、はい、で、それもう俺思わず本当に頭おかしいって言いかけたんですけど、ダメですよ、ダメですよ、解説のとこでいるんでね、岡田さんは。そこで言ったら言えないんですよ、はい、それを。だから早いこと誰かがこれ頭おかしいって言ってほしいのに、みんな予定調和で確かにこれは可愛いって言うけど落ち着けと。スイーツと獣を掛け合わせて可愛くなるはずがないやろ、うん、その出来上がった絵が可愛い。落ち着けと。確かにね、全く誰もそこ触れてないですよね。そう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 、可愛いって言って終わりですからね。あと俺つらかったのが、はい、あのガンダムの時に今はオリジン、はいはい、出てましたね、はい、で加藤さんがオリジン見てるか、オリジンすごいなんだけど、うんうん、俺オリジン嫌いなんですよ。やめてくださいよ。で、うわー、オリジンの悪口言いたいと思ってて、で、まあまあここは何も言わんでいいかって言ったら、はい、もう加藤さんがまた岡田さんオリジンすごいですよって、だから、ね、めったに俺に触れへんくせにそこだけ俺に振りやがって、で俺もあれは今ガンダムを一から作り直したんですよ、ね、もうすげえ説明が入るってね。説明をまたするっていう珍しいケースで。あれ辛かった。いや、だからそうですよね、ああやって人が多いとどうしてもね、変な質問がファッと入ってくるとか。じゃあ、実際のランキングにですね、うん、ちょっとだけ入ってみようと思います、はいはいはい、ヒロインからいきますか、うん、はい、昭和生まれが選ぶ最強ヒロインというふうなことで、はい、一応ここに出してみました、はい、これじゃあ、まあ僕らも見えるようにちょっと後ろ向きの方に出してみましょうか、はい、ですね、まあ20位のメゾン一国の大人し記憶からずっとウィリアンヌセーラーマスということで、はい、どうなんでしょうね、これあのスケバンデカの浅見朝日が出てきて俺びっくりしたんですけど、これもちょっと笑ったんですよね、うんうんうん、あ、そう、特撮に入れるみたいな、ね、そうなんですよ、はい、特撮の中に入ってきてしまって、はい、でガラスの仮面がですね、姫川歩美だけが入ってるっていうのも渋い、うん、これね、いや確かにこの辺もガチですよね、ガチですよね、はい、そうなんですよ、全体的にね、もうこの辺、あ、そこ入るんだ感がすごくて、あとね、はい、あの今は昔の感じがしてしまうのがエヴァンゲリオンの綾波レイが11位なんですよ、うん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 、もっと昔だったらね、上のポジション行ってたはずが、そうですよね、はい、なんでもまあそうなんですよ、上位もこれまあまあ昭和のランキングとはいえね、もうちょっと、はい、昭和世代のランキングやから、うん、いわゆる今30歳から70歳までの人らに幅広くアンケートと、あ、前に出てますけど、うん、取った結果なんですけども、うん、はい、なんかね、ついでもやっぱもうそろそろワンピースが入り出してしまってる、うん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 、そうなんですよね、やっぱりもう30歳がもうきっちりね、もう漫画アニメ見てるから、うん、もうどん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 その昔の良きヒロインが追いやられていってる感ありますよね、はい、これもうはいはい、はい、で未だに朝倉みなみが、うん、もうそんなにお前ら好きかっていう。そうなんですよ、もうみんな本当にタッチ見てんの、もう見てんの、はい、そう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 、なんかもはや全然ね、概念になりがちですけどね、朝倉みなみが、そうそうそう、はい、朝倉みなみはそろそろ、はい、あれね、なんかね、なんで朝倉みなみが入っ、うん、平成世代も選ぶのに入ってたんですよ、はい、でなんでかって言ったら、スタジオの本番ではですね、はい、ちゃんとあの何やろ、朝倉みなみのモノマネとか、はあ、そういうのの映像が入ってて、うん、それで説明されたんですけど、はいはい、やっぱりね、オンエアではそこがこうバッサリカットになってたり、ちょっとね、残念だったり、そうですよね、だからまあそこの情報ありきでみたいなこともあるんかもしれませんけどね、でも、うん、これ、まあ、昭和お互い生まれとして、はい、向井さんが選ぶと1位2位ってどの辺なんですか。いや、この順位にはならんけどな、
なんだろうな、僕の1位は少女革命ウテナの天井ウテナになるでしょうから。それもウテナになるんですね。そうですね。いや、はい、あとはなんだろうな、まあでもまあエヴァとか、はい、その辺ですか、はい、今コメントも言われたけど、アスカのモノマネって最近見なくなりましたね。あ、そうですね、あの昔やってる人いっぱいいたのに、はい、うん、もう今なんかさくらさんぐらいですよね、うんうん、残ってる。桜稲垣さんがね、うん、ずっとやってるんですけど、はいはいはい、確かに減りましたね。うん、何なんでしょう。どの辺にエヴァぐらいになります？エヴァ、まあワンピース、この辺りのやつだとですよね。いや、むずくないですか。もう昭和生まれで、うん、アニメも ね、この辺のも知ってるし好きですけど、でももうなんていうんですか、どん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 更新されていって、そう、どんどん更新されれば、はい、俺今日聞かれたらリゼロのレイって答えますよ。昭和生まれでもう59歳やのに、はい、一番のヒロインはリゼロのレイちゃいますかって言うてまうんですよ。だから結局そういうことじゃないですか。そうそうそう、生まれで言うとややこしいんですよ。うん、だから俺かてどんな、もう死ぬ、あ、レムや、ごめん、リゼロのレムな、死ぬほど俺かて言えますよ、うん、その、うんうん、あの辺はゆるゆりとか、はい、ゆるゆりって何、ゆるゆりって、え、知らん、あれ、なんか長期海外行ってた時期ありますか。ゆるゆりって世間をね席巻してたアニメです、うん、はい、赤澤あかりっていうキャラクター、あっかりんっていうね存在感薄いキャラクターがいるんですけど、なんやろそれ、はい、そのキャラクターはもうすごい好きで、うん、え、ゆるゆり知らない、知らない、何、え、作品何、あ、ゆるゆりっていう作品、ゆるゆりっていう作品があるの、赤座あかりっていう、もう今日来てもらってよかった。俺にわからのべのなので。それはね、もう本当、ああそうですか、石鹸はしてないだろうって書いてありますよ。いやいや、ヒロインの存在感が一番薄いという稀有な漫画、いやそうですよ本当に、もう、てんてんてんでね姿見えないっていうキャラクターでおなじみですから、あ、そう、まあ、うん、そうですよね、もうこれは残念だな、岡田さん残念です。いやだからにわかなので、僕本当にいわゆるオタク、はい、あのオタクの人らが最近、うん、自分も僕もオタクなんですよというアイドルとかグラビアアイドルとかいうのを、うんうん、にわかっていうのと同じような感じで、実はもう僕は今ラノベアニメにすごいハマってるんですけども、はいはいはい、ね、それでもにわかなのでですね。ちょっとそこら辺の話も後半していきたいなと思いました。 そうですね、はい、その辺の後半の話をするので、うん、じゃあ限定の方に切り替えたいと思います、うん、じゃあ限定の方でですね、平成ヒロインの方をちょっと話してみようと思います、はい、はい、では切り替えてください。あ、アンケートだ、アンケートだけやってこないと、はい、アンケート、はい、今回の表、そう、毎回毎回これね、うん、アンケートをね取ってるんですよ、うん、そう、レムやレム、なんで俺なんか今一番と言っときながら名前忘れてしまうんだろう。やっぱエヴァの話をその前にすると引っ張られるんやよな。いやでももうね、人物名はもう覚えれなくなってきますよね、はい、人物名覚えられなくなってきます。それはもう中年オタクの宿命ですよね。はい、はい、はい、お願いします。はい、来ました、はい、うん、はい、はい、90% ぐらいの人が、とても良かった、まあまあ良かった、普通だったですので、うん、まあまあ E が70割超えてますから、なかなか、はい、良い感じです。低いな、これ一時書くな。英語がつらい、それがあるかも分かりますね。はい、では、うん、限定の方に切り替えてください、はい、岡田斗司夫です。最後までご視聴ありがとうございました。岡田斗司夫ブロマガチャンネルのご案内です。毎週日曜夜8時からですね、ニコニコ生放送岡田斗司夫ゼミをやっています。テーマはアニメや SF、 ハリウッド映画や経済問題など、まあ、あの政治とスポーツ以外はですね大体取り扱ってます、番組は毎回無料のですね表放送45分と有料のですね裏放送がその後でさらに45分、合計90分あります。岡田斗司夫ブロマガチャンネルではですね、毎月たった500円でこの表裏両放送が全て見れます。過去の放送も見れますし、あと毎日メルマガも配信しております。参加お待ちしております。